争いの時、世界が終わりを迎えようとする中、絶望を希望に変えたのは、長きにわたる戦争に終止符を打ち、自由を取り戻すために結成された国際機関オーバーウォッチ。兵士、科学者、冒険家などをメンバーに迎えた彼らは、平和の監視者であり守護者でした。彼らの奮闘により世界は秩序を取り戻したのです。今や役目を終えたとはいえ、彼らがもたらした自由と平等は決して色褪せることないでしょう。かっこいい。さっきのさ、サウンドクエイクのやつ、胸にミサイルがあったの見た？ピョピョ。で、誰が一番好き？僕はフュージョネーター。やっぱトレーサー。うん、トレーサー、あれだね。やっほー、私に任せて。ピュンピュンピュン。わあ、ドゥームフィストのガントレットだ。すげえ、これで建物をこっぱみじんに。それでさ、あの戦いでウィンストンが勝ったんだけど、あの技、プリモパンチ！もう、あんなの子供騙しだよ。とっくの昔にオーバーウォッチは解散済み。今はほとんどが傭兵になってるんだぞ。展覧会は楽しんでますか？ほら、ここは危険ですよ。隠れなさい。こっちだ。やっと見つけた。ねえ、何見てるの？心配しないで、私に任せて。ほら、旦那、起きて。やばい。君、ヒーローの素質あるかもよ。